自動溶接機が大きな鋼板を一直線に溶接していく。こうした最新の技術や機械の活躍が造船のスピードアップに効果を上げ、コストダウンの大きな原因ともなり、世界一への躍進のスプリングボードとなったのだ。後半に補強鋼材を直角に溶接する作業もこの大きな自動溶接機が簡単に仕上げている。そして細部にわたっての溶接は熟練した溶接工が当たる。やはり人間の手が最後の仕上げだ。ここはまさに光のシンフォニー。初めて見る者に不思議の世界を展開してくれる。現在の造船工は従来と違って大きなブロックを作り、これを組み立てていく方法をとっている。このブロック工法は第二次大戦中にアメリカで始められたが、もう今では日本のお家芸。300トン以上の大型ブロックの作業も可能になっている。